チャンネルもあるからね。とにかくね、面白い。うんですね。おじちゃんさんも最高でした。この小坂ちゃんとのやりとり聞きたかったな。ちょっと時間短かったぐらいだね。ね、30分ぐらいあってもいいかもしれないですね。いろいろね、見たことあるだろうし、地元の有名人だろうしね。ブーツーダーさんという方は、私の方ですが、矢野ひろみさん。私、四国には3年ほど住んだこともあったんですが、あの、鉄砲が吹くような早口、本当に、いつしてるんだろうと、びっくり思って、四国にとって、もうすぐ生活がするんですが、当時は。何でしょうか。次回はどんなアナウンサーが出られるのか、楽しみでもありますが、のんびり、ゆったりしたアナウンサーのゲストで、またちょっと、ね、でもね、つくづく今回思いましたけど、あの愛媛の方と私誰も知らなかったんですけど、愛媛の印象ってできちゃうでしょ。もう矢野ひろみさんになっちゃいますね。相続とか大事だよなと思ってね、代表するっていう、これファーストコンタクトじゃないけど、誰に最初ね、出会うか触れ合うかで県のイメージって結構決定付けられるものがあるので、逆にラジコで全国ガイなのかどうなのではだってそれ大国で言うと、イタリアの人ってみんな明るいだろうとかなるわけでしょ。欲しいってなんかね、こう入ってもらったらもっと決めちゃうんでしょ。フランスってさ、いやいやそんなくくれないけども、でも何か何か設定でさ、いいと思うんですよね。特に一番最初に触れたっていう方であれば、今私が愛媛イコール場所が、人間があんな感じで食べるのかな、おせっこいくつろいでやっぱりなるとか、でも結構面白い方なので、愛媛行ってみたいなっていう気持ちになりますよね。あと県外でってことで聞いたでしょ、皆さん言っておきます。電気はみんな矢野さんじゃないです。でもほら、はい、ディレクションもやりながらだね。矢野ひろみが喋るけども。